どうもこんにちは、モンブランです。2腰痛の続きをやっていきます。次はこれですね、サブミッション今川の忠義者かな、レベル39。織田の領内を未だに今川の残党がうろついているらしい。まあどうせね、出てきた敵を倒すんです。さあ行くぜ。おーっと、スタートしました。ちょっと拝んでおかないとね。いやね、なんかどっかで見たマップだよね。なんか、覚醒編の最初の方で見たマップだ。おーっと、敵がいるね。弓で倒しておこうか。忍者だな。見え見えだよ。おっと、危ない。やべ、倒しきれなかったか？ヘッドショットで。あ、なんと。ほいほいほい。あ、刀になってた。いや、ダッシュしてからの切り、はい、どうよ。おっ、え、どっから撃たれた。はい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 、だ残心もね、ちゃんと忘れず。やばいやばい、見つかった。うわ、二人も来た。はい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 。まあね、集団リンチはね、こういうゲームのね、あるあるだから、もう心は動じないけれども。はいはい。ああ、連射してしまった。やっぱりね、組打ちをちゃんと落ち着いて出せないと。投げなんて食らわないよ。はいはいと。よし、今度は組打ち。はい、どうも。お？敵どこにいるんだ？あれ？どこにいるんだ？上か？あ、上か？あれ？あー、そこにいた。なんだ、なんか弓矢がなんか弓なりに飛んできてんのかと思った。あんな上にいたんだな。あー、ちょっと、いや、銃になってる。弓に変えないと。よし、ヘッドショット。どう？この針の穴を通すような正確な弓。こっち行ってみようか。一人かな、背後から襲ってみようか。はいはい、あ、うわ、強い、これ強いじゃん。うお、なんだあれ、武器使ってきた。武器普通の敵じゃないなこれ。はいはい、うお、あ、避けた、すごいなぁ。え、回復までするの？待ってくれよ。はい。バカめ、カウンターだよ。あ、セリフついてる。やっぱり普通の敵じゃないわ。織田に下りはせぬぞ。お、あそこにメットネズがいるな。アイテムを、おう、あー、忍者いて、あー、見つからなかった。見つからなかったね。見つけられなかった。ああ、気づかなかった。うわ、自爆した。なんだと？忍者やりおる。メットのやつを倒すか。銃で貫通だ。ドーン。やべ、忍者いた。うお、なになに？爆弾？うわ、やべやべやべ、下がろう。うわ、おいおいおい、まずいよこれ。足早いな忍者、やっか。うわ、武器された。うわ、めっちゃ煽られてるやん。ねえ、めちゃくちゃ煽られた今。なんなのこのコンピューター、腹立つわ。いやもうね、弓とね、銃で倒していくわ。もう敵配置分かったから。はい、まあ、メットかぶってないやつはね、弓で倒す。はい、倒しきれてない。はいはい、まあ、余裕ですよ。あのメットに銃かな。いやいやいや、待て、
手前に忍者いたよな。うわ、気づかれた。どっちだ。やべえ、なんか違う方向に逃げたみたい。追い詰められた、勝手に追い詰められた。自分で追い詰められに行った。よいし。はい、はい、はい、はい。まあね、こんなもんだよ。やっぱ状況に応じて構えをね、切り替えないといけないね。忍者。忍者、どれだ？そこだ。はい、と。倒しきれない。強いな。できれば一発で仕留めたいけど、そんな強い弓持ってないわ。あそこの忍者。釣っておかないとね。いやー、野弾が切れたしね。これ弾も持つかな。この後メットのやつ多いから。こっちはどうなんだ。あのメットを倒そう。よし。これ。おっと、あのセリフ付きのやついなくなったな。リスポーンしないのか。じゃああいつも銃で倒すか。はい。お、強い。はい。あ、弾切れた。吉本様。あ、あいつもなんかセリフ付きの強いやつだった。ああ、そういえばさっきなんか武器使ってきてたもんね。居合みたいなやつ。まあね、こういうゲームはね、遠隔武器があるならもう先に撃って倒してしまうってのがね、早いよね。一回ね、敵の配置覚えたらね、早いよ。この下は何もなさそうだな。うお、何？うお、今川義元じゃん。倒したやつだよ。危ね。いや、はいはいはい。一回ね、お前倒してるからね。うわ、あっ。カウンター、はい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 。ほら負けんぞ。おいはい、厳しい。上段構えは強いけどやっぱ気力がね。うわ、はい、そこもう見えてるから。うわ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 、やばいやばい。あれの避け方がわからない。いや、食らってしまった。はい、それはカウンター。はい、避けてからの攻撃。はい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 。どうだ、まだ倒せない。カウンター、ほら、はいはい。おー、足倒しただよね。一回倒してるからね。そうそう負けんぞ。案外あっさり終わったな。なんか一回でクリアできてしまった。あやつら死んだ主の首を取り返しに来たとは、とはね。これが忠義ってやつかってね。なんか感動してますけど、藤吉郎なんか、あれ今、甲冑着てたな。